楽しみにしております。さあそしてですね、皆様こうやってお話を伺っているところなんですけど、本日の舞台挨拶、実はスペシャルゲストが駆けつけてくださっています。拍手でお迎えいただきましょう。それではステージへお越しください。どうもメリークリスマス、メリークリスマス。さあ劇中ゲストの剣道小林さんとシソンヌのお二人になられます。よろしくお願いします。どうぞ、どうぞ列の方に加わってください。どうもどうも。さあシソンヌのお二人もどうぞ中央の方お越しください。シソンヌも入りなさい。はい、ようこそお越しいただきました。ありがとうございます。はい、こちらこそ。どうも皆さん、本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。では改めてご紹介させていただきます。はい、劇中ゲストダヴィンチガンマの声を担当されました剣道小林さん、そしてラファエロガンマとミケランジェロガンマの声を担当されましたシソンヌの二郎さんと長谷川忍さんです。ようこそお越しくださいました。皆さんようこそおいでくださいました。ありがとうございます。はい、また一気に華やかに楽しい雰囲気になってきたところなんですが、他の皆様歴史上の偉人で来ていただいたんですけれども、剣道小林さんは一足早いサンタクロース。そうですね、やっぱ歴史上の偉人でもありますからサンタクロースは。あ、今頃多分ね、モンゴルの上ぐらい飛んでるぐらいなんですけども。もうすぐ来ますからね。北欧から来てますからね。はい、急遽私が舞い降りました。舞い降りていただいて、はい、あと今口の中毛だらけでものすごい気持ち悪いことになってるんですけども。そのね、おひげだけ見てるとダヴィンチと思うんですけれども、はい、今日はサンタクロースで。そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。さあそしてシソンヌさんは人でもなくトナカイ。そうですね、トナカイなんですかこれ。いや、何だと思ってたんだよお前。僕12月の滝蓮太郎なんだと思ってました。いや見た感じ滝蓮太郎ですけどね、偉人の。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ごまかすんじゃない、ごまかすんじゃない。滑ったことをごまかすんじゃない。すいません、なかったことにしようかなと思ってなかったことにしましたね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、剣道小林さん、他の皆さんの実際こうお衣装、このお姿見てみて、なんかいいですね。どうですか。でも皆さん歴史上の人物なんですけど、あ、彼女だけあれですよね、メンソレータムの蓋ですよ。いや違いますよ。確かにしてるけど違います。メンソレータムの蓋を見せくれなんて。いや製薬会社のキャラクターじゃないですから。蓋でしょ、蓋。いや蓋じゃないです。蓋のコスプレをするんじゃない君。いや蓋のコスプレじゃないですよ。皆さんいいですけどね。はい、素晴らしいですね。どうですか、大沢さんも凛々しい女性のこのお姿って、ひかるちゃんのこのケンコバさん。はい、今胸を張って胸を張って自分をアピールして急にオフにしないでください。ちょっとおひげがね、すいません、なかなか。そうですね、ちょっと次のくだり言ってるもんと思って完全に油断してましたけど。すいません。さあ本日ですね、こうやってお姿を拝見するとサンタクロースといえばクリスマスなんですが、はい、ケンコバさん、最近芸人さんの結婚が続いていらっしゃって、皆さんこれまで違うクリスマスを迎えられると思うんですが、ケンコバさんの予定は。なんじゃ貴様。いや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 、コバさん落ち着いてください。コバさん、コバさん、コバさん、やったぞいつでも。ちょっとすいません、これちょっとデリケートな質問なんです。すいません、ここだけは、すいません、すいません、ちょっとここだけ NG。 デリカシーないんか。いやいや、すいません。いやいや、そんな切れると思わなかったですけど、すいません。そんな風に髪の毛もまとめてるからデリカシーある人は思ってたわ。いやいや、そこでデリカシー測れないですから。パンツの丈も完璧やし。あ、この人気使える人やな思ったら、何や貴様。どっちよ。ちょっと調子に乗っちゃいました。ほっといてくれ。早くしこまりました。すいません、ちょっと今すいません、それデリケートだった、すいませんでした。言うとけよ。はい、それ言っときます。すいません、後で勉強しておきます。よろしくお願いいたします。すいません、ちょっと熱くなっちゃいました。とんでもなさい、先に失礼しました。いや、うまくないですよ。ただ怒っただけですよ。使われたことない。ただ怒っただけです。はい、今日は皆さん足を運んでいただきありがとうございます。ありがとうございます。本当にまた仮面ライダードライブとして、この舞台に立って皆さんとお会いできたのが今日は本当に嬉しいです。今回の映画はドライブとしては、まあ、締めくくりというか、仮面ライダードライブ完結ということで、まあ、本当に僕ら今回やってきたことは仮面ライダードライブを1年間、見てくださった皆さんに後悔をさせないというか、多分ドラマの延長戦でという気持ちで見てくださる方が多いと思った中で、僕ら本当にそこを台本と一緒に戦って、監督と一緒に、頑張りました。僕自身、初めてアクションに挑んだ作品がこの映画だったので、ドライブの先輩方、に本当にたくさんのことを撮影で学ぶことができました。本当にありがとうございます。それでこの映画は、親子の絆も、
本当に描かれているので家族皆さんでぜひ楽しんで見ていただきたいなと思っています。はい、ありがとうございます。